ショーンドックリアはノースカロライナ州ランバートン出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションはオフェンシブタックル。ノースカロライナ州立大学から2004年の NFL ドラフト3順でシアトルシーホークスに指名された。当初ガードだった。彼は2005年のプレシーズンにフロイド・ウォーマックが負傷したため先発タックルとなった。この年、ショーン・アレキサンダーが シーホークス記録となる1880ヤードを走り、チームはスーパーボールに進出した。スーパーボールの第4級の5プレイ目に、彼が取られたホールディングの反則が取られた判定は論理を呼んだ。2007年から2010年までの4シーズンでは54試合に出場し、そのうち51試合に先発出場した。シーホークスでは2010年まで7シーズン過ごし、 そのうち4シーズンで全16試合に先発出場した。2011年8月5日、ワシントン・レトス・キンズと契約を結んだ。この年左タックルでの先発3試合を含む8試合に出場した。2012年4月11日、ニューヨーク・ジャイアンツと契約を結んだ。開幕当初は左タックルで起用されたが、デビット・ディールが故障したことから、 第3週に右タックルにコンバートされた。この年彼は10試合で先発出場したが、12月に全十字人体を負傷し、故障者リスト入りした。その後、長いリハビリを続けた彼は、2013年11月13日、サムベーカーが故障者リスト入りしたアトランタファルコンズと契約を結んだ。ありがとうございます。